こんにちは、ブリオです。次は、たけのこのご飯、たけのこご飯ということなんですけども、今回は、たけのこの方を煮ていきたいと思います。まずはですね、たけのこを煮るのに、先の方を斜めに切るんですね。こうやってギコ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 切って、硬いんですけれども、そこを切ってもらって、次に、だいたい1センチもぐらいですかね。そのぐらい全体的に切り込みを入れます。これもまた硬いんですけれども、そうするととても後でやりやすくなりまして、その後に米ぬかで1時間ぐらい煮ます。大きさにもよるんですけども、大体1時間ぐらい煮ますと、こういったような状態に茹で上がりなまりします。た。こそれれをを切り込みを入れたところから皮皮を取っをていく取っていくね。こうと、やって1枚ずつ取っていくすとぐペでラペすラペラペね、ラむけペてラいきペロます。ペラペラと むけていって、こんな風に綺麗に一気にねえ、むたけくことのこが切っでてきます。も剥いていくとどんどんちっちゃくなるから少し寂しいですよね。向けてもらう。向けた。こんな感じ。